どうも、ヨネです。ライダーのアトリエ2、続きやっていきます。邪魔するぞライザー。こっちでもアトリエの方は順調か？アンプルさん、リラさん。はい、まあどうにかやっていけるかな。そうか、それは何よりだ。ところでフィー、フィー、ちょっと来てくれないか？どうかしたの？ライザ、フィーについての詳しい話を改めて聞きたい。え、うん、ふむ、石のような卵で光るか。孵化する前に何かきっかけになるような出来事はなかったか？特には。あ、そういえば大きな壁画がある遺跡に行ったかな。壁画？どんな壁画だ？確か何か光ってるものが集まろうとしているような感じの。そうだ、その絵を見てる時に急に光り出したんだ。それまで一度も私の前で光らなかったのに。リラさん？おいリラ、ライザが怯えているぞ。ああ、いやすまない、少々思い当たる節があってな。え？フィーのこと知ってるの？いや、こいつについては何も知らん。私も初めて見たからな。だが私の想像通りであるならば、卵の方は知っているかもしれない。実際に過去に似たようなものを見た気がする。その卵の殻は残っていないか？ああ、取っておいても仕方ないと思って捨てちゃった。なんでライザー捨ててんだよ。まあそうだろうな。いや、いい、話を聞けただけでも十分だ。ふぃー、突然悪かったな、失礼する。そういうことだ、私も失礼しよう、ライザー。何だったんだろう、フィーのこと何か心当たりあるのかな。ほんと、フィーは何者なんだろうね。フィー、フィー、フィー。そうだね、元気ならそれでいいよね。あれ、ブニー帰ってきてる。ブニー帰ってきたみたい。何をしようかな。これでよしっと。はい、どうぞ。さてさて、イベント的にはどうなんだ。どこに行こうかな。よーし、行くぞ。ライザさんのアトリエほど珍しいものは置いてないと思いますけど。
落ち着きなかったかな。こんな大きな部屋って慣れてないから。大きい？小さい方だと思いますけど。それだと私のアトリエはミニチュアサイズになっちゃうんだけど。お父様。急用が入ったので出かけてくる。こんにちは、ボルカーさん。お邪魔してます。ああ、来ていたのか、ライザさん。ゆっくりしていってくれ。遅くなる。はい、行ってらっしゃい。もしかしてパティとボルカーさん喧嘩中だった？あ、いえ、いつも通りでしたけど。ライザさんには喧嘩をしているように見えたんですね。まずいこと言っちゃったかな。なんか空気を変える話題にしないと。そうだ、パティってタオに家庭教師をしてもらってるんだよね。貴族でもいい学校に入るには学力が必要なので。いい学校に入るために家庭教師だなんて、そういうところも貴族らしくてかっこいいな。貴族っていう体裁を保つために無理やりお父様につけられただけです。パティはいい学校に行きたくないの？学校は体裁目的で行くものではないでしょ。勉強なら他の学校でもできるのに。かもしれないけど、せっかく入れるチャンスがあるならそっちに入った方がいいと思う。普通の学校じゃ経験できないようなこともできると思うし、そんな学校とは無縁だった私からしたらとっても羨ましいし憧れるけどな。私はライザさんたちの方が羨ましく思えるわ。私と違って好きなことややりたいことを自由にできるんだもん。ん？やればいいじゃん。ですから、それが許されないのが貴族なんです。でも、パティはパティなんだから、好きなことできるでしょ？それが許されないんですよ。行きたくない学校を受けさせられるみたいに。だから、そういうのがないライザさんたちが私には羨ましく思えるんです。どこに行こうかな。大変なんだろうね。よし、行くぞ。なんか後ろにイベントが、じゃああれはイベントじゃないか。雨の中。ライザ、また来たのか。用事もないのにあまり来るような場所じゃないぞ。前に会った時ちょっと濁した言い方しちゃったの気になってて。そいつは奇遇だな。俺もライザの仕事のことで聞きたいことがあったんだ。単刀直入に聞くが、ライザ、お前さん錬金術師とかいうやつじゃないか。どうして知ってるの？知識として知っている程度だ。そんな驚かれるようなことじゃない。
錬金術師ってのは確かどんなものでも作ってしまうんだろう。空を飛ぶ道具とか、水中を自在に歩ける道具とか、そういう魔法みたいな道具かな。そういうのは作ったことないけど、やり方が分かれば作れるかも。でもこの前の話だけでよく錬金術師だって見抜いたね。俺の仕事は直感が大切なんだ。でなきゃ生きてられないからな。あ、そういえばクリフォードさんの仕事もまだちゃんと聞いてなかったっけ。トレジャーハンターさ。トレジャーハンター?遺跡なんかに入ってそこに残された財宝を探す。ロマンがあるだろう。言われてみれば見た目はそんな感じするね。ロマンについては私はよくわかんないけど。なんだこいつ。あ、ちょっとピー、驚かせちゃダメだよ。そいつはなんだ、見たことない生き物だ。この子はフィーだよ。何の生き物かは知らない。知らねえのかよ。そうか、フィーってのか。お前みたいなやつ初めて見たぜ。なんだお前、言葉わかるのか。なんだよ、ロマンがわかんねえとか言ってたが、しっかりロマンあるやつ連れてんじゃねえか。ふん。まあいい、話を戻そう。錬金術師のライザなら聞いたことないか。この王都の近くに水に飲まれた都があるって話。水に飲まれた都？そうだ、大昔からの伝承でな。水底に眠る星の都は、星降る夜に生まれた都。光をたたえた悠久の財宝はその地を語るっていうのがあるんだ。聞いたことないけど。でも悠久の財宝、確かそれって前にタオが手帳に載ってた伝承を読んだ時に聞いた気がする。俺はこの伝承を知った時からずっとその水底に眠る星の都を探しているんだ。そこに悠久の財宝を手に入れるため。本気なのそれ。ああ、それでな、その水底に眠る星の都ってのはこの町の近くにあるみたいなんだ。心当たりないか。ごめんなさい、私よそ者だからこの辺のことをよく知らなくて。そうだったのか。それは失礼した。旅慣れてる感じだったから勘違いしてたぜ。でも、古い言い伝え、水に飲まれた都、もしかしてタオが何か知ってるかも。タオ？私の友達でそういうことにすごく詳しいの。この辺りの伝承とかも調べてるから多分。一度話を聞いてもらうのもいいかもな。ライザ、そのタオというやつ紹介してもらえないか。うん、いいよ。タオもクリフォードさんの話に興味持ちそうだしね。多分学園区の方にいると思う。案内するからついてきて。これ今のってなんてまさかね。
王都のこんなところにいるはずないのに。ライザ、元気にしてるかな。ゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。